ザ。こんにちは。さあ、はい、忘年会シーズン。いや、そうですよ、どこもかしこもなあ。そうですよ、もうこれから酒で失敗するやつは多いぞ、お前。これ気をつけないと。気をつけないと、お前。本当ですよ。そこら辺で喧嘩になったりとかさ、いろんなことになってるかも。トラブルになったりとかね。トラブルになってる。それとか路上で寝たりとかな。いや、この寒さですから、本当体壊しちゃいますよ。いや、壊すよ、ね、気をつけないと。本当だ、酒は怖いよ、お前。いや、楽しく飲むのはいいんですよね。楽しく飲むといえば、うん、あ、この時期ですか、うん、プロ野球選手の儲会みたいな。あるな。ありますよね、今も。いや、いろんな楽しい思い出があるよね。あります。いや、あるあるある。え、太陽とか横浜の時っていうのは一泊でどこに行ってたんですか。湯河原に行ってた。あ、いいですね、温泉。温泉、もちろん温泉。いいな。で、最初にゴルフをやるか、うん、最初打ち上げやって農会やって、その次ゴルフやって解散になるか、うんうん、まあどっちかのパターンなんだよね、はい、俺らのは、まあ、とりあえずゴルフやる先に。おー、その組み合わせもさ、やっぱ派閥とか嫌いなやつとかいろいろいるじゃない。ありますね、いろいろ。そういうのをこう考慮しながら決めていくんだよ。で、選手会長の時、まだキャプテン制度じゃなくて、選手会長が大体それを任務を受け持つんだけどさ、俺らの時はじゃあどういう形でそういうお金が発生してるのかというと、選手間の罰金とかあるんだよね。ああ、はい。まあ例えばエラー1個につき、うん、まあ1000円とかさ、うん、1万円とか。あと遅刻とか。まあ、もちろん遅刻もそうだし、うん、でそういうお金を集めて、うん、農会の資金にするんだよ。でこれじゃ足りないということになってくると、球団にカンパを求めに折衝しに行くんだよ、はい、でもう農会やるんでお金出してくれませんかって、うん、まあ当時出してくれたんだよね、はい、で出してくれて、まあ1位の商品は、うん、まあその当時の一番いいテレビとか。すごい。いや、商品もめちゃくちゃいいんだよ。すごいですね、うん、ゴルフクラブフルセットとかさ。あ、それを買いに行くんですよね。いや、俺らも買いに行く。あ、自分たちで。自分たちで、買い出し、はい、いや、もう今年は豪勢にしようぜみたいな、うん、な感じでやる、うん、で、農会のまあゴルフやるよね、うん、それで表彰式を兼ねて、うん、打ち上げになってくるんだよ、農会に、うんうん、みんな温泉入った後、浴衣に着替えてみたいな。よく見るシーンですよね、浴衣のシーン。そう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 。で、まあ酒の会が始まるよね。で、表彰式が終わると、うん、まあコンパニオンであったりだとか、そのなんていうの、芸者さんが来てくれる、まあ、芸者さんっつっても芸者芸者っていうほど芸者じゃないんだけど、はい、まあ若手のその着物を着た、うん、が来てくれて、はい、まあお酌をしてくれると、うん、でも酒の席が進むと、うん、やっぱある程度こう選手会長になってくるとベテランじゃない、はい、若手が次に来るんだよ、やっぱり。そうですよね。もう順番待ちしてるぐらいこうあるんだよ。いや、先輩行きましょうよみたいな、うん、あ、分かったとか言って飲まなきゃしょうがないんだ。そうですね。もうヘロヘロなんだよ。もういいのにって。でも若手もヘロヘロになってるんだけど。あ、もうみんな、うんうん、で、ある程度の時間になったら、うん、芸者とかコンパニオンは帰るんだけど、まあ2時間ぐらい、うん、でもその後、うん、延長があるんだよね。延長が発生する。延長してるやつがいるわけよ。あ、そのコンパニオンの気に入った女性とかまだお酌してほしいみたいな。いや、まあまあ部屋で飲もうよとか。ああ、ね、はい。まあ言えばアフターみたいなもん。そうですね、うん、いいのみたいな。あ、女性も、うん、はい。だってみんななんか若いし楽しいじゃない。まあ年もの、うん、お買い出しは盛り上がってるし、うん、誰ですかそれ選手。いや、もうそこら辺のなんかグループでやってる。で、俺らは、うん、その花代を計算したりだとかいろいろして支払いとかあるじゃない、うん、で、一回ひどかったのがさ、はい、その計算を別の部屋でしてる時に、うん、やっぱみんな優勝したかったんだな、うん、で、うん、優勝といえば、うん、ビールかけじゃない。そうですね。部屋でビールかけしちゃってさ、なんで急にわーって盛り上がって、すいません、選手会長さんみたいな、部屋でビールかけが始まってんですけど、どうなってんですかみたいな。あや、みたいな、お前ら何やっとんやいう話で、うん、で、止めて、はい、だって、もうビール畳だよ、畳。わー、その弁償200万
ちょっと待って、お前これどうすんねんって。うわ、200万ですか、うん、お前これどうすんだって、うん、いや、すいませんとか言って、うん、じゃあ選手にカンパしてもらって、じゃあそいつら若手だったし、はい、まあ優勝もできなくてやっぱしたいよなみたいな、うんうんうん、ね、ビールかけを、うん、ね、まあまあだからカンパして200万集めて、はい、で払って、はい、それで朝になったらさ、うん、選手会長さんとか言ってくるんだよ、中井さんが。また来た、また来たんかよ、うん、今度は何って言ったら、うん、花代が払われてないんですけどって。だから延長してさ、うん、そのなんていうの、何人かの選手たちはアフターやってるやつの花代がついてないんだよ、はい、だ朝まで飲んでるから1時間計算だから、うわ高い、何十万って来てるわけよ。当の本人たちは、いや僕じゃないですみたいな責任逃れだひどい。でそれはまたカンパですか。いやカンパじゃないよ、だから事情聴取だよ、一人一人、うん、事情聴取して、うん、お前飲んだなとか言ったら、はい、いましたっけみたいな、みんないや僕もそうお酒飲んで覚えてませんみたいな、うん、なんか適当なこと言いやがって、うん、でうちの部屋にもいたわけよいやうちの部屋っていうか、はいはい、何人か部屋だよ、5、6人部屋だから、はいはい、ね、選手会長の部屋だけ4人部屋だったから、うん、ちょっと少なくして少なくしてね、うん、そこに来てたと、で来てて、うん、まあ、一緒に飲みながら、うん、お酒の計算さんもしながらみたいな、はい、楽しくね、楽しく、うん、でその花代はいくらなのって言って、うん、明け方返したんだよ、はい、もちろん、うん、だからここは払われてるわけよ。あ、ここはね、うん、個別でもね、だからあいつらはつけとけみたいな、そんな感じの農会だったな昔はすごいですね、それお金だけが出ていく農会っていう、うん、いや、それで次の年は、まあ、ビールかけやったとか、はい、花代がついたとか、はい、まあ、十分に話をしてるんだけど、はい、男はバカだな。翌年またコンパニオンをまた読んで、うん、はい、ね、それはやっぱ花があった方がいいじゃない。まあそうでしょうね、うん、ビールかけまではしなかった、ね、確かに、うん、でも金額が違ったからね、もう一つの部屋台無しになってるから。いやそうですよ、うん、桁も違うし、いやそこでいつもやってたんだけど、うん、いや今年はお断りしようと思ってるんですけど、いやそれはどうかね、うん、お願いしますよって入れてくれて、うん、もうビールかけは絶対すんなよとか言って、うん、おそらく花代が増えちゃってさ、また逆に今度は今度はだからまあそういう農会だな、そういうのなんか収まってないですね農会なのにね、まあそこを収まりとしてんじゃないの、なんその弾けて弾けて、弾けて、あ、1年間これで収まったなみたいな、収まったみたいな、なわけないでしょ、そういうわけじゃない、そんなわけないでしょ。じゃあ皆さんどのチームもみんなこんな感じの農会だったんですかね、うん、じゃあいや各球団違うと思うけど、うん、品のいい球団もあるんじゃない、どこど、え、なんかイメージとして品のいい球団ってどこ、やっぱジャイアンツだね、紳士だれみたいな、農会って言ったら OB も来たりとかさ、いろいろするじゃない、なまあ選手会とはまた別だろうけど、はい、なんか品が良さそうだよね、逆にここのチームはちょっとすごかったんじゃないかなってイメージするに、あるあの当時日本ハムもすごかったね、片岡さんのどこがどこの農会ですか、いや聞いてみたい、ちょっとまあ今度片岡の動画で撮ってもらえばいいし、そうですね、昔の農会、昔の農会って今の農会ってやっぱおとなしい、やっぱおとなしいと思うよ、もう終わっすぐみんなもう自分たちの部屋に戻ってみたいな、でもね一人芸者でね、はい、すごく気立てのいい子がいて、はい、あのちょっと付き合ってもそれで知り合って、はい、選手会長の時に、選手会長その時はね、はい、独身だったんだよ確か、いくつの時ですか、28ぐらいの時だよ、28、離婚したから、ああはいはい、だその空いてる期間に、あ、待ってください、婚約不履行をした後に、いやいやそこまでは言わなくて、婚約は結婚じゃないからあ、そうです、忘れてそこまで、ね、そうかそうか、で初婚の後に離婚されてのその期間、うん、そうだ、ね、次に行くまでのその時に選手会長ちょうどやってたから、だからその時に気立てのいい子で、うん、あの今どうしてるのかなちょっと、え、じゃあそこであのアフターみたいな感じで部屋に呼んで意気投合して連絡先を交換、あ、そうだねまあそういう出会いもあったという、どのくらい付き合ってたんですか、いやいや付き合う期間っていうのはそう短かったけど、
まあそうか、シーズン始まっちゃえば。だって距離もあったしね、湯河原と、うん、あ、まあ今考えたらそのぐらいの努力はしなきゃいかんなと思うけど、うん、若い時は飛ぶ鳥を落とす勢いじゃない。何ですかそれ。いや分かんないけど。もうあ、ね、エネルギーあるし。いやいや、まあでもそういう出会いもあったという。何の話か分かんないけど、まあ農会側からのね、こういうバナになっちゃったけど、はい、今どうしてんでしょうか。湯河原のその方はね。でもある程度年が近かったからね、もうおばあちゃんになってるね。そんな女性におばあちゃんないですよ今の。いや綺麗ですよ、綺麗ですよ、皆さん元気で。そうかな、60代70代80代はそうですよ、見てるかもしれないし。そうだ、そうですね。連絡お待ちしてます。本当忘れてるな。そうですね。